はい、皆さんこんにちは。もうね、5年ぐらい前からですかね、人が足らんと、もうアルバイトが来えへんというふうなことが言われ始めましてね、私の知り合い、外食産業を相手にいろんなですね、サービスを提供している方がいるんですけども、もうその方がね、もう5年、6年ぐらい前でしょうかね、もう困った困ったと。お店がね、アルバイトが来ないからって言って、その居酒屋さんみたいなお店がなかなか営業できなくて閉じてしまうということがですね、まあまああるというふうにおっしゃってましてね。で、まあ、あ、そうですかって聞いてたんですけど、2、3年前からでしょうかね、今度はね、マンション管理会社の業界がですね、その管理員がいないと。管理員を派遣できないと。で、募集しても来ないと。でも、管理組合からもらえるそのお金決まってるから、時給をそう簡単に上げることはできないと。困った困ったというような話を言ってましたね。だから今、マンションの場合はね、新しい新築のマンションってね、もうすぐね、管理費高いです。昔に比べて高いんですよ。もちろん都会にある、都心にあるマンションですね、高いですね。そんなことをね、思い出しながら読んだのがこの記事でございまして、2月14日、昨日の夕方21時39分、日本経済新聞ですね。フリーター急減、小売外食の事業モデル、キロ。こんな書き出しです。コンビニエンスストアなど小売や外食の現場を担ってきたフリーターが急減している。2019年には全国で、140万人を下回り、ピーク時に比べて4割減減った。卒業後に可処分所得の高い正規従業員になる学生が増え、個人消費にはプラスと言える。その反面、非正規雇用に頼ってきた小売やサービスの現場は深刻な働き手不足に悩まされていると。まあ、こんなことを書いてあるんですけども。フリーターはピーク時より80万人少ないというなんかグラフですね。でフリーターってね、34歳までなんですって。その規定というか、カウントしてるのがね。これ総務省の、調査、総務省の定義らしいんですけどね。別に35歳以上ので、フリーターみたいな非正規職員の人いっぱいいますやんって。特にあれでしょ、氷河期世代ってもう47歳でしょ ?43 歳ぐらいちゃいますの。いっぱいおるような気がしますけど、まあ昔ね、なんでしょうね。20、30年前は学校出ても何もせんとアルバイトで食うてんやみたいな人結構いましたよね。結構いて。でもそういう人たちって、リーマンショックの時に雇い止めとかになってね、もうえらい目に遭ってましたでしょう。だからあれが結構きっかけになって、あかんあかんって、もう非正規わかんねん。正規職員にならなあかんねんみたいな、こう世間の風潮になってきましたね。それはでもいいことやと思いますよ。まあ、フリーターで、一生食えるわけない、まあ、食えるんですけど、もう一生貧しいまま、一生時給生活をしなあかんと。まあ、弁護士も時給ですけどね、弁護士の時給は高い先生、4万5千とかですよ。まあ、それはええとして。最低賃金の2倍ももらえないというようなところだと、もう全くダメですね。年に2000時間働いてね、1時間1000円やったらね、200万円なんですよ。200万円で1年ですよ。で、そこから何やかんやって払う。何やかんや、社会保険入ってないのそこは自分で払わなあかんわけですよね、フリーターというのは。まあ、それではね、もう最低限の生活を営むことさえ危ういんちゃいますかね。その住宅費払わんでええとかっていうんであればね、それでも、まあ、ご飯食べるだけはなんとかできるかもわかりませんけどね。だから正規職員になるとね、まあ、最低賃金はもちろんのことを、まあ、社会保険もね、会社が半分負担してくれますからね。で、何よりもその明日から来んでええとかって言われにくいんですね。正規職員の場合は。まあ、退職金もね、出してくれるところもありますから、正規職員になるのがいいとは思います。でもね、フリーターになってしまう人も多かったんですよ、昔は。フリーターの減少は個人消費の面では朗報だ。全国消費実態調査で家庭の月間消費支出を見ると、世帯主が正社員の世帯は32万3000円。パートアルバイトの同25万6000円を上回る。世帯主がパートアルバイトでも25万6000円使ってるんですか。
内訳でも外食支出は 67%、 洋服への支出も 74%、 正社員の方が多い。そりゃそうでしょう、そりゃそうでしょう。フリーターは勤務の自由度が高く長期間シフトに入れると。要はね、ここはちょっと前読まないわかりませんね。学生バイトはテスト期間などで定期的に休む。主婦バイトは夕方以降に働けない人が多い。その点フリーターは勤務の自由度が高く長時間シフトに入れると。短時間勤務のバイトを複数人組み合わせて業務シフトを作るのは至難の技だと男性、まあ、経営者の男性ですね、は肩を落とす。東京中野区の内科クリニックは開院した08年当時は事務職員は4人でうち2人はフリーターだった。今は事務職員12人のうち常に1日中勤務できるフリーターはゼロ。シフト作成の支援クラウドサービスを導入したり、習熟度がまちまちで導入したが、習熟度がまちまちで機械的に割り振れないと事務長は話す。氷河期世代に社会に出た非正規雇用者が年を重ねたこともフリーター現象の理由だ。総務省はフリーターをパートアルバイトとして勤務し、または勤務を希望する15から34歳と定めている。でね、35歳から54歳、別に上54、もっと僕と同じぐらいの人でもいますよね、フリーターもいるんですけど、まあこの人らはね、やっぱり体力が落ちる。体力落ちますよ、ほんまに。もう57歳、もうすぐ58歳ですけど、もうね、今日もね、あれ、不動産の売却相談会でね、セトルさんというところと提携してるんですけども、こっからね、チャリンコでね、20分ぐらいなんですよ。20分、平らなとこですよ。ほとんど差がないんですよ。20分ね、もう行くだけでね、まあね、あれなんですよ。もう昔はね、20分なんか、チャリンコでこれだって別にふーっとそのままでしたけど、今はもうしんどいですよ。電車で行けって言うんですけど、電車で行くとね、ちょっとね、あれが悪いんですよ。もう、組み合わせが悪いんですよ。だから、まあね、あれで行きましょうと。チャリンコで行きましょうかと。こっちにも帰ってこなあかんかったしね、今日はね。ということで、体力落ちて。で、しかもね、僕ぐらいになるとね、もう僕ね、仕事相手ほとんど年下なんですよ。年上の人と仕事するってほぼないですね。でも時々編集者さんいますね。ダイヤモンドの編集者さんは、もうあの方はもう、あれですね、ベテランの編集者で、編集長を経験して、その後で編集者に戻って やってらっしゃるという方がいますけども、その方ぐらいちゃいますかね、年上。あと、某デベロッパーの役員さん。でも、その人と仕事というよりも、ご飯食べるのは2年に1回ぐらいですかね、今は。もうそんなんですからね、若い人ばっかりですよ。下手したら20代とかいますからね、編集出版社の人とかね、どうするとね、向こうからするとね、まあ僕は外部の人間なんでどうってもないでしょうけど、仮に僕の上司がね20代とか30代だったらね、これはまた使いにくいおっさんやなということになるわけですよ。実際僕コピーライターとしての外注としてね仕事するときもね、多分向こうはね仕事出しにくいなってやりにくいなと思ってるんじゃないですか。大体業界長いからものよう知ってるでしょ。だからあんまりそのあなた言うてんの間違うてんでって言って時々言うてしまうんで、そういうとね、なかなか使いにくいんちゃうかなと。まあね、仕事はそれなりにやってるつもりなんですけどね。最後にこんなこと書いてありますね。コンビニなどでは IT ロボットを活用した業務の効率化を模索する動きもある。だが全て置き換えるのは難しい。パーソナル総研の小林氏は、付加価値の源泉である接客を低賃金のパートアルバイトに頼ってきたこれまでがむしろ異常だったと指摘する。安価な非正規雇用に支えられた事業モデルの変革は迫られていると。要はもうバイトは安を使えへんねということなんですね。まあどうでしょう、これ逆転したのはこの3、4年、4、5年ですかね。雇用側と非雇用側と。まああれですよね、大卒の新卒もね、売り手市場って言われたのは2、3年前からですよね。売り手市場 ね、パートアルバイトタランタランってもう5、6年前からですけども、マクドナルドがね、アルバイトを1000円からにして、東京の最低賃金970円かなんかですね。
まあそれでもね、昔は募集したらね、選べるほど来たわけですけども、今はそんな選べるような状態なんで、来てくださいみたいな、そういう感じになってますね。だからコンビニの店員さんもね、日本語がネイティブでない方もだいぶ多いようで、別にそんな事象はほとんどないですけどね、だん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 そうなってきてるということで、だからね、その最低賃金でバイトが使えるというね、ビジネスモデルはもうすでにね、東京では通じない、大阪でも通じるのちゃいますか。だから今後ね、これをね、どん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  AI 化していくとかね、そういうことにならんとですね、今まで最低賃金のバイトに頼ってきた事業はもういずれ人手不足から事業継続ができないということになるということでございまして、まあ日経新聞がね、そういうふうに書いておられるということで貼っときますんで、皆さんよろしければ読んでください。はい、どうもありがとうございました。